戦です。今回は直近アップデで効果時間が 11.3 から 12.1 カウントに情報修正されたエルミンランチョ。四季6の無理陣形で地震武力プラス7、塗ったエリアの味方武力プラス5で、赤股に先陣つけてコストアップした A スペックな分計略は強くてちょうどいいくらいかな。計略中は兵士が調査兵団になる。リヴァイやミカサは斬撃や車輪ができるけど、エルヴィン団長は兵士アクションや射撃一発のみやから、主力としてダメージソースになりにくい欠点はそのままで注意。この気を逃すな。押し通る。今陣なる獣が天地をかける。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。前進せよ。いつか自由に。死ね。赤き星か。前進せよ。忘れるかよ。前進せよ。私がお前を王にする。ここはうまく噛み合って調査兵団ならではの撃破が取れたね。オイラも負けるわけにはいかないよ。この気を逃すな。いよ、今陣なる獣が天地をかける。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。前進せよ。天気解放。目は覚まさぬと違った。ミュウハ発動。三の方。前進せよ。
の方。あっ、赤き星か。いつか自由に。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。射撃を外すと何も起きないのは明確に欠点。それでも兵士調査兵団は槍兵より移動速度が高い分析陣までは早く迎える。ひとたびの死を。前進せよ。この機を逃すな。恐れも甘さも俺のものじゃない。私が餌になる。獲物を撃ち逃すなよ。これより陣を引く。配慮しようとして負けるくらいならやれることは全部やっときます。見ろ、肩。今回は2試合やるよ。この試合は投稿者がテーマ数や馬やり構成に不慣れでプレイングはかなりつかないけど、エルヴィン団長の効果時間の長さが生きた試合。兵を御せぬか。この機を逃すな。火の如く。次はいい返事を期待しているよ。つえ。なんとかなるって。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。前進せよ。次はいい返事を期待しているよ。火の如く。火の如く。
見ろ肩。前進せよ。で、あ、火のごとく。戦人よ、爪を立て、牙を向き、詰めかかれ。オーバーソウル百個。この機を逃すな。戦人よ、爪を立て、牙を向き、詰めかかれ。流派発動。一の方、逃げ場なんてどこにもないよ。食らいつけ。心臓を捧げよ。次はいい返事を期待しているよ。寄せぬか。これは俺の戦火解放。流派発動。見ろ肩。兵士を叫べ。兵士を戦え。戦場を真紅に染めてやろう。前進せよ。解放。次はいい返事を期待しているよ。兵を御せぬか。火のごとく。火のごとく。こいつ強え。流派発動。三の方、この試合オイラの勝ちだ。ご視聴ありがとうございました。